PSA は2003年10月に3代目へ進化した。新型はミニバンイノベーションというコンセプトのもと、速い、美しい、広いという3要素を高次元で融合した。3代目オデッセイ最大のポイントは低さだ。全長4765ミリ、全幅1800ミリと床面積はほぼ変えぬまま、全高を立体駐車場に入庫可能な1550ミリにした。それでいて室内高はおよそ5ミリ増し。これを可能にしたのは独自の低床プラットフォームである。まずサスペンションはフロントに熟成したダブルウィッシュボーン、リアに新開発のインホイール形式のダブルウィッシュボーンを採用。さらに燃料タンク形状や排気関係も工夫することで、従来に比べておよそ8センチも低いフラットフロアを実現したのだ。スタイリングもワイド&ローなプロポーションを生かし、黒表をモチーフにした今までにないもの。低い車高と優れたサスペンションにより、左右のロールが少ないセダン並みの走りも実現している。室内は6、7人乗車が可能な広い3列シートタイプ。フラットフロアによるセンターウォークスルー機能がポイントだ。エンジンはトルクフルな走りと優れた環境性能を両立した 2.4 リットル直四 DOHC IVTEC。 2種類のチューニングがあり、160馬力の通常仕様とスポーティーグレードのアブソルートに搭載される200馬力仕様をラインナップした。駆動方式は FF に加えて新開発のリアルタイム 4WD を用意。ギアボックスは FF が7スピードモード付きの新開発 CVT、 4WD 車が5速オートマチックとなるが、アブソルートではどちらも5速オートマチックとなる。追突軽減ブレーキなど高い安全装備も自慢だ。